キングプリンスへの一番疲労に煽り立つ論争、平野仕様への嫌がらせ疑惑も浮上。ジャニーズ事務所が創業者のジャニー北川氏の性加害を受け、外部専門家による再発防止特別チームによって事実として認定されたことで、同事務所は大きな変革の波に揺れています。 しかし、その中で新生キングプリンスへの一部メンバーに対する嫌がらせ疑惑が浮上しており、さらに8月14日に放送される音楽特番 CDDV ライブ、ライブ TBSK への出演が波紋を呼んでいます。本記事では、この複雑な状況に焦点を当て、韓コミュニティの意見や懸念、そしてアーティストたちの立場に迫ります。 ジャニーズ事務所が今年、ジャニー北川氏の性加害に関する問題を大にし、その再発防止策を打ち出して以来、同事務所は大きな変革の中にあります。しかし、その中で新生キングプリンスへのメンバーに対する嫌がらせ疑惑が浮上しているという報道が相次いでいます。一方で、彼らが8月14日の CDDV で披露する楽曲が元メンバーである平野仕様との関連性からも論争の敵となっています。背景8月14日に放送される CDDV ライブライブではキングプリンスが長瀬角と高橋山の二人体制で出演し過去の代表曲を披露することが発表されました。特に注目を集めているのは 昨年のアルバムに収録された代表曲、一番の披露です。この楽曲はラッパーで音楽プロデューサーのクレバが手掛け、平野志洋がジャニーズ事務所を脱退する前に制作されました。平野は以前からクレバを尊敬しており、その縁で彼がプロデュースした楽曲がキンプリによって歌番組で披露されることが発表され、ファンの間で物議を醸しています。 論争の焦点、平野潮とクレバとの縁に起因する一番の披露が一部のファンの中で憶測と懸念を引き起こしています。平野がクレバを尊敬し、彼の楽曲を披露することでファンに感動を与える可能性もありますが、同時に平野に対する嫌がらせ疑惑があるという報道も影響しているようです。 ファンコミュニティ内では、平野くんがクレバ3をリスペクトしてると知っていて、ジャニーズはあえて残った二人に歌わせて見せつけるつもりなのではいや一番は CO くんがクレバ3に依頼して作ってもらった曲なのに、などの懸念の声が広がっています。一方で、現金プリのファンからは、せっかくクレバ3に曲作ってもらったのに脱退したのは誰でしたっけ やヒラのくへの嫌がらせっていう人いるけど自意識過剰すぎるといった怒りの声も聞かれます。アーティストの立場、キングプリンス王としての活動を続ける中で、彼らはジャニーズ事務所の一環として様々な楽曲やステージに挑戦しています。 今回の CDDV 出演もその一環であり、楽曲の披露がどのような反応を呼ぶかは予測が難しいところです。彼ら自身が平野仕様との関連性や過去の経緯にどのような意識を持っているのか、今後のコメントや行動が注目されます。 結論、新生キングプリンスへの CDDV 出演に伴う一番の披露にはファンの期待と懸念が入り混じっています。一方でアーティストたちは彼ら自身の音楽活動を通じて成長し変革するジャニーズ事務所の新しい姿を示す重要な存在となっています。今後の動向に注目しながら ファンコミュニティとアーティストの双方の声が尊重される形で進展していくことが期待されます。